組の M1 王者。しょうもねえな。2022チャンピオンウエストランド。2021チャンピオン錦鯉。世の中の正解のない問題を偏見のみでひたすら考えるトークバラエティ、ウエストランド錦鯉の考える人。 Think。 例えばその傘、その、うん、もうこんなに世の中のものが全て進化してるわけじゃないですか、うん、なのに傘だけは何の進化もしてないじゃないですか。どう思いますか、いや俺だから一回傘の進化を考えたことがある。実はあるんだ。で、そうあるんだ。俺が考えたのは、こういう傘みたいなやつをこう首につけるんだよね。そうすればなんちゅうの、手ぶら物持ったりとかしても。いやでもなんかそういう傘あるじゃん、サンド傘みたいなさ、あるじゃん、頭にかぶるタイプのはあるじゃん、昔の。いやそれを透明ね、透明だからこう下から見やすく、周りも見やすい。いやいやでもそれはもうあるでしょ、多分そういうのあったけどダメだったんじゃない。こう上でこうくるくる回ってんのさ、ドローンみたいな、はいはい、こう歩いてもこうちゃんとあのこうなんちゅうの認知して、歩いてるところもちゃんとこうこれがこうやってくれるっていうのがこれから先できるかもしれない。でも多分そういう方向なんですよ、マジで。でもさ、雨でさ、そこまでじゃねえっていう気持ちもない？機械飛ばしてまでっていう、大げさですよね、ドローン。なんか嫌なんだよね。だもっとバリア的なものが、なんかこういうなんかラップ、サランラップ的なのがピッてあって、そこ通過するとニューンってこうついて、そうでもう全身も濡れないみたいなようになるとか、でここも息できない、ラッピングマシンのでかいやつみたいなやつ。そうでサランラップみたいな。まあ正則さんとかの意見が意外と大きな発見になるかもしれない。そうですよ、そうだよね。そういうこともちょっとやっていきましょう、うんうんうん、こっからもしかしたら新商品というか、おお出る可能性もありますね、この番組から、ね、この番組から。その時はどっちが言ったものが持つ。いやいや、そう、まあ仲良くしましょうよ。いや、ちゃんとやっていこう。山分けで。山分けでいい？山分けで。何割何割何割みたいなね、その発案。なるほどね。Think。組み立て式のやつを買ったと。ああ、なんでよ。いや、もうあの完成品のやつは届くのに3ヶ月かかるって言われて、3ヶ月は待てないから、うん、あの組み立て式のやつ買ったって言うけど、うんうん、そっから3ヶ月以上組み立ててないから何の意味もないだからもう完成品送ってもらった方が良かった。ひとしに作ってもらえよ。僕すぐ作れますよ。本当に？そうよ。いや、で、うん、結構細かいやつとかあるよ。大丈夫だよ、ひとしプロなんだから。本当、うん、本業がリフォーム屋なんで。そう芸人はもうやってないようなもんですよ。リフォーム屋なんだから。リフォーム屋が舞台立ってるだけなんだよ。そうなの。リフォーム屋にしてはちょっと喋ってる方です。だから芸人としては全然喋ってないけど。いやいや、でもこれが職人さんの方が面白い人いっぱいいますどういうつもりなんだ。ちょっと本当に頼むかな。この番組の YouTube とかでちょっとやろうよ。あ、ふとしが正則さんち行って、どんだけ早いか一般の人より。わー、ちょっとマジで。確かに、嬉しい。そしたらもういいじゃん。しかもめちゃくちゃ綺麗に組み立てれます。ほら、本当に。やっぱあれ素人でもね、いくら組み立て家具使ってね、やっぱりいびつになったりね、はい、こっちギュッて思いっきり締めるでしょ、うん、でこっちグッと思いっきり締めるでしょ、こっちがちょっと緩んでたりするんですよ。あ、だからちょっとずつこうやっていかれるのよ、こうなんバランスよく。すげえ喋るじゃん面白いことないけど面白みことないけど、すごい喋ってありましてどういいじゃないですか。いや、いいカッチカチにガッチガチに組み立てれます。うん、あ、本当ですか。はい、だってもうやんないでしょ。頼んだ方がいい。そうね。いやいや、本当に本当に。せっかくだし。YouTube で密着、ね、してくれたらしてほしいんですけど、そのこの二人がどういう会話するんだろうっていうその恐怖。まあ一つ決まりましたからね、その本棚作るっていうのが。そうですね。ふとしが正則さんの本棚を作ると。はい、はい、うん、お願いしますよ。やります、やります。あの、手抜きやめてくださいね。うん、手抜きしないっすよ。うん、もう本業ですから、やっぱプライド持ってやってる。あ、そうだよね。そう、はい、あ、うん、監督とかの目がなくてももうそこはプライドで。監督やってましたから僕。お、現場監督。もう今すぐ舞台から降りてそっちだけでやってくれよもう、うん、そんなやつは第2回で、はい、もう作ってこいよ。今日なんですよ。全部今日の出来事だこれ第4回は終わらないと作った話はできない。あ、そうなの。あのさ、職業病でこういうこう見たりとかしたら、あそこもうちょっとああしたいなとかやっぱあんの？あります、あります。あ、そう。あの、なんか最近よく流行ってるのがなんかこういう
天井の材料とか張らずに吹き抜けになってるとこあるじゃないですか、うん、工事現場のあの鉄骨がもろ出てたりとか、あっちの方がね、意外と大変なんですよ。見えるから。これって配線の中にいっぱいこう入ってるんですけど、ぐっちゃぐちゃになってたりするんですよ。けどその見える方はもうちゃんとこう束ねていかないと、綺麗に線をまとめて綺麗にやらなきゃいけないから大変なんですよ。逆にいっぱい喋るな急にその時だけ流暢っすね普通に聞いちゃった。まあでも、うん、作ってもらう。いやぜひぜひ。だって入れたいでしょ、もう漫画ずっと段ボールじゃん。いやそうだよ、眺めたいでしょうに、あれを。これ並べて、ちゃんと並べて、今日は、うん、服部君を読んだよとか SNS 上げたいのよ。上げないじゃないですか、それもどうせ何にもあなたはやらないんだから。本当はね、本当は本棚作る過程を、SNS とかに上げて、今日から本棚作るよみたいな感じでこう、ま、何日間にこう分けて載せたいのさ。その時のタイトルも決まってんの。本棚作るんだなで、そう、やってくれ。もういやいや、お客さんへの甘えがすごいから、そうそうそう、もうその面白くなかったでしょあとやらないし、どうせあの SNS も毎回こんにちはって言って、ね、何の関係ない日の北海道ロケの写真よくないですよそうそう、だからそれで返しておはようございますとかって返して、あ、今日は北海道なんですね、天気がいいですねとか、うん、その日じゃないのに、だから騙されてんの、騙されてる、騙されてる。じゃあ本棚作ってくださいね。そうそう、はい、作ります。じゃあ太志がそれはもう、はい、もう期待してね、皆さんも楽しみにしておいてください、うん、多分その映像も見れると思います、はい、そうだね、うんうん、お願いします。いよいよ、よかったです。 DIY の需要というか、そういうの見たい人もいるだろうし、あー、ね、それでバズったらもうラッキーというか、ふとしの手際とか見たい人いると思うんだよね。手際いい、うんうん、家族も連れてきていいですか、ね、いいんじゃない寿司、寿司、いやいや、なんであなたがその権限、寿司君、うん、寿司君、あー寿司君、うん、いや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 、うん、いいじゃん。マサルさんが誰にも奢らないんだから。そう、ね、そう、いやだから俺は奢りたい欲があるから償いだと思ってさ、どんどんみんな、だから高橋に言われたな、金借りるのはいいけど、せめて先輩にしろって。まあ本当本当にそうですよ。後輩に借りんなって、すげえ口を酸っぱくなるぐらい。いやそれはそう。言われたけど、でも同じ事務所に先輩がいない。それは俺がうっかりしてた。俺本当にもう、俺も傘好き、いや好きとかいや、なんていうの、雨がまず嫌なんだよ。キャッシュレス使ってるの、なんでふざけないんだ